10回は1956年のアメリカ合衆国の映画。歴史映画で旧約聖書のデイジプト期を原作として制作されたスペクタクル映画。純正ビスタビジョンで撮影され、制作、監督はセシル・ビー・デミルで、彼は本作が公開された3年後に亡くなっているため、これが最後の作品となった。出演はチャールトン・ヘストン、ユルブリンナー、 アンバクスターなど、聖書に書かれている航海が割れ、その中をモーセなどでエジプトの民が海の中を進むクライマックスシーンはあまりに有名。後に世に出されるアニメなどの作品でもこのシーンを元にしたものが使用されることは多い。上映時間232分。ヘブライ人がエジプトの奴隷とされていた。 時代、一人のヘブライ人の男の子が生まれる。エジプトの大ファラオは、救世主の誕生を恐れたため、ヘブライ人の男の幼児をすべて殺すように命令する。難を逃れるため、その子はカゴに入れられ、ナイル川に流され、沐浴していた、エジプトの王女、ベシアに拾われる。ベシアはその子をモーセと名付け、自分の子として育てる。モーセはー運に優れ。 知恵もある立派な青年に育ち、王からもその優秀さを認められつつあった。だが、王子のラメセスに出生の秘密を知られ、砂漠に追放される。放浪の末に彼は、市内山の麓にたどり着き、そこで、羊飼いたちに救われた。彼は、族長のジェスロから、仲間として認められ、七人姉妹の長女、セファラを妻として新たな生活を始める。そんなある日、 ヨシュアが訪ねてきて、エジプトに戻り民に自由を与えて欲しいと語る。そして、モーセは、山の頂に不思議な光を見た。山を登っていくと彼は、光の中から神の声を聞く。モーセは、何時は、ヘブライ人をエジプトより導き出すよう神からの啓示を受けた。モーセはエジプトに戻り、王となっていたラメセスとネフレテリの前に現れて、ヘブライ人を解放するように求めるが、 認めようとはしない。モーセは神からの銃の災いがエジプトを襲うと警告し、その言葉通り国土は次々に災下に襲われるも、ラメセスはガとして首を縦に振らなかった。しかし、最後の災い、モニ、小羊の血を塗らない家の長男はすべて死ぬ、がエジプト全土に広がり、ラメセスの息子までもが死の淵に立たされる。 ついにヘブライ人は出て行くがよいとラメセスは言った。翌朝、ヨシュアに導かれて、大勢のヘブライ人たちが、モーセの前に集まり、共にエジプトを旅立つ。しかし、ラメセスの息子が死に、愛する我が子を失ったラメセスは、エジプト軍を引き連れて、攻撃に出て、後悔の手前まで、ヘブライ人たちを追い詰める。しかしモーセが神に祈ると、神は、 火の柱で、ラメセスの軍の進行を妨げ、その後航海を二つに割り、エジプトを出た、ヘブライ人たちをその海の中にできた回廊を歩かせて、対岸まで逃れさせた。しばらくして、火の柱が消え、道が開けたエジプト軍が、ヘブライ人を追って、航海の中にできた回廊を進むと、猛勢は再び神に祈りを捧げ、今度は、回廊が海に戻り、あっという間にそこは、 海の中となって、ラメセスの軍は彼だけを残して、波間に消えていった。ラメセスは、ネフレテリの元へ戻り、彼の神こそ、真実の神だと語る。その後、モーセは40日間市内山にこもり、やがて光が岩に人間が犯してはならない銃の、今しめを刻んでいって、そしてその十回を神から授かった。一方その間に、ヘブライ人たちは神に対する信仰を忘れ、 金の格子に対する偶像を崇拝を始めて、狂楽にふけていた。山を降りてその有様を見たモーセは、神の怒りを知れと、その十回を刻んだ石板を、金の格子像に投げ入れると大地が割れて、火が燃え盛り、罪深き人々はその荒れた大地の間に落ちていった。神は、隠して怒り、ヘブライ人に罰を与え、彼らを四十年にわたって、荒野をさまよわせた。 やがて、ヨルダンガのほとりのネボの山麓にたどり着いた。ここでモーセはヨシュアを、後継者として、杖と衣を与え、妻、セファラに別れを告げて、ヨルダンガと約束の地下難を目指す彼らを後にして、神の前に行くべくただ一人、ネボの山を登っていった。予言者モーセを演じたチャールトン・ヘストン・エジプト王、ラメセスを演じたユルブリンナー長年、 ヘストンの吹き替えを務めてきたナヤ・ゴローは自身のキャリアにおいて本作を思い入れの深い作品の一つとして挙げている。また若い頃に担当した時は老いたモーゼの声を出すのに苦労したが最近担当したら今度は若いモーゼの声を出すのに苦労したと語ったこともある。キネマ順法ベスト1085回前九百9 2 4から2十一1 1 4 9ページ キネマ旬報ベスト1085回前市1924から2011312ページ。癒されば、若元シーズン2倍に、出演時の発言より、ありがとうございます。